ちは、ヒューです。本日なんですけれども、ブルダック、ブルダックポッキュン、ブルダックポッキュンモンみたいな、ブルダックポックンミョン、ブルダックポックンミョンを本日は4つ食べていきたいと思います。今日4つ買ってきて、俺ね、1回ね、これの赤色食ったことあるんだよね。赤色食ったことあって、それは今日はね、まあ前も食べたしまいかなと思って、別にあれ辛くないしと思って、まあ辛いの余裕であれ食っちゃってるからなと思って、まあこれがちょっと辛めなやつ、くっつけの火が燃え上がる辛さ、これが一番辛いでしょ。辛いのこちら、これはね、カレーですね。カレー味、カレーのプロダックポックンミョン。こちらがカルボナーラのプロダックポックンミョン、こちらがチーズのプロダックポックンミョン。これハマりそう、プロダックポックンミョン。っていう感じでこれを食べていきたいなと思います。で、これ食べながらファンのみんなにインスタで募集したみんなの恋愛についてね、ちょっと語っていこうかなという形でやっていきたいと思います。っていうことで早速作っていこう。ではヒューガークッキン、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 ヒューガークッキン、レッツゴー。危ない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 。どう、取れてる。っていう感じで今日はね、プルダックポッキンミョンを取っていきたいと思います。プル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 ダックプルダックプルダックポッキンミョン、プルダックポッキンミョン。こんな感じで食べちゃうよー。イエム、賞味期限書いておりませんっていうことで、作りながらいきたいと思います。調理方法、調理方法は簡単、沸騰したお湯600ミリリットルに麺を入れ5分間煮込んでください。だって、俺的には思うのは、まず水入れる。ちなみに今日ここ家じゃないんですよ。事務所のキッチングフォーエバーで使ってて、最新のキッチンを使っていきたいなと思います。沸騰する前に、ちょっとね、沸騰する間にね、ちょっとみんなから募集したものをちょっとね読んでいくわ。じゃあ一番最初に来てたやつ、めっちゃ来てるわ本日ね。めちゃくちゃ来てます。おろろろろろろおろろろろ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。今日はめっちゃ来て、ストップしたとこからみんなストップって言って、せーの、ストップ。毎日連絡取る異性はいるんだけど、なかなか2人とも遊びに誘ったりできなくて、遊びに誘うことできないらしいから、まあ、遊びを誘いたいと思うんで、とりあえずあのここの部分だけ送ってあげてください。お兄さん、ご飯行かないっていう感じで、今の送ればグッジョブ。あの今ので相手の方ご飯行ってくれると思うので、ご飯行こうって。 NEXT TIME、 まだ分からないからね。 NEXT TIME、 うーとぅー、ここだ。うおい、この前付き合って5年になりました。おめでとうございます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 。この前付き合って5年か。5年ってすごいな。恋愛のプロフェッショナルだろ多分。もうその人とは結婚を考えているんだ。あ、やべえやべえ、やらかした。このタイミングで飲み物を買ってくるの忘れた。え、絶対やらかしたじゃん俺。飲み物なし、ナッシングフォーエバー。これ最悪、絶対やったわ、どうしよう。ね、で麺は一緒っしょ。入れてみるか。え、カレー入れよう。麺は全部一緒だよ絶対、どうせ作り一緒っしょ。はいはい、俺にとってはまあチョロ口だけど、チョロ口だけれどかなり麺が多いです。はい、ということで今回食べていきたいと思います。うー、とりあえずカルボナーラから。カルボナーラの色じゃないでしょ絶対。え、絶対カルボナーラの色じゃないんだけど。笑った。あー、これやばいね色。あ、これはカルボナーラの匂いするわ、めっちゃ。カルボの次は、いやいや、色全部一緒なのよ。一緒、全部一緒に見えるこれ。今日服白なの忘れてた、笑った。草、よしよし。次ラストチーズでパワー。え、なんで？え、これさ、パウダーだけじゃね、ここ。っていうことで早速食べていきたいと思います。これ食べながらみんなのね、恋愛のアドバイスをしていこうかなと思います。色一緒なんだよな、俺分かってるんだけど、色は全部ほぼ一緒なんだよな。やべやべやべ。
とりあえずカルボナーラから食べていきたいと思います。いざ実食。うん、辛っ辛っ。あー、そういう感じね。あ、オッケーオッケー、分かってきた。パウダーがカルボナーラなだけで味変え。食べよ、いただきよ。うん、そろそろ恋愛相談しろって。告白する時の言葉、一緒にプロダックポッキンマ、これからも一緒に食べませんか。プロダックポッキンマ、プロダックポッキンマ、プロダックポッキンマ。チーズいこう。チーズは意外といけるわ。辛いとこ行くか。辛い、これ辛い。好きな人の好きな人が自分の友達で辛いです。どうしたらいいですか。辛いと書いて辛いと読む。それな、確かに辛いと辛いって紙一重、こういうことか。でもアピールするのってさ、今しかないもんね。それ友達とさ付き合ってからさ、あの付き合ったらもうジエンドじゃん。だから辛い間に今のうちに行くしかないと思う。だから今のうちに頑張れ。これは間違いないと思う。あー、先生に恋した、しちゃった。先生は絶対ダメですかね。先生ね、恋する分にはいいと思うよ。なんだけど、先生ってさ、実らせるにはかなり難しい手段だと思うよ。先生からしたら、あ、この子いい子だなとしか思わないから、もう分かりきったぐらいのグイグイでいかないと分かんないと思うから。ちょっとタイム、タイム、辛い、飲み物飲み物。シシも買ってきた、下で。パパパパパパパ、醤油とマヨ。はい、本日も始まりました大食い選手権大会第1回。これもっけもっけまー。本日のエントリーナンバー54番ヒューガー、プロダッケポッキンモ選手権大会初めてでございます。本日は皆さんの応援があってこそのご参加。ヒューガ君、頑張ってください。食べます。この人すごい素敵です。頑張ってください。あの、彼氏は障害を持っています。私の明るさを与えてあげられるように笑顔で過ごしています。だってすごい素敵な方、マジでこれはすごいわ。と、あの、彼氏の方はお姉さんと会えて幸せだと思うし、一生宝だと思います。彼氏からしたらお姉さんが多分宝なんじゃないかなっていうぐらい、多分本当に素敵だなと思いました、この文章で。なので僕はとても応援してます。頑張ってください。これちょっと食ってくか。くどすぎ、笑った。いでよ、無人ドロー大食い。ワーいきます、ラスト。本当ある、やばい。うお、俺の隣におってええやつかな。ええやつは痩せてるやつだけって言われたせいで拒食症になりかけました。へぇ、こんな食ってんのに。こんな食ってるよ俺、すごい食ってる、いっぱい食ってるよ。全然大丈夫。俺的には男の理想として
太ってるあなた、ぽっちゃりなあなた、普通のあなた、痩せてるあなた、どんなあなたも好きだよって。それ大事だから。どんな体型だろうと好きでは変わりはない。そういう人を僕は理想だと思っております。それは僕だけの考えですが、まあ、俺だったら逆に嫌だけどね。だって私の隣にいていいっていう人はシックスパック年がら年中ムッキムキの人とか言われたら、うん、やるお前ってなるから僕的にはそういう人はなんか自分のことしか考えてないのかなって思うんで、相手のことをしっかり考えた方がいいんじゃない、考えられる人を探すのもいいんじゃないかなって。まあでも別にそこはあなた次第、信じるか信じないかはあなた次第ということで、ラストの辺に行ったからちょっと食べようかな。ラスト食べます。食べました、完食。一生これ買わない。プルダック北極麺、マジ長いと長かった。今日これを食べながら みんなの恋愛について話していきました。恋愛も大食いも辛い、辛いっていう感じでね。まあ恋愛も恋愛相談もしながらやってきましたっていう感じで、本日も最後まで見てくれてありがとうございますということで、今日の動画終わっていきたいと思います。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタンとコメント、そしてチャンネル登録もお願いします。ということで、恋愛と大食いはかなり辛いでした。じゃあね。